こうして平家政権は滅亡しましたが、実は皆さん、それは同時に義経の人生の終了も意味していたんですよ。どういうことかというと、義経はですね、武家政権の盤石化を目指した頼朝と後に対立するようになりまして、やがて命を狙われるようになります。で、最後には奥州藤原氏に攻められて自害するのですが、その過程においてですね、皮肉にも彼は頼朝をアシストする行動に出ました。頼朝と対立して命を追われた義経がなぜ頼朝をアシストする行動に出たのか、それはこういうことなんです。義経は頼朝と対決するために後白河法皇からこの印税をもらっていたんです。頼朝追討の印税ですね。印税とは上皇、つまり法皇からの命令書のことです。つまり全国の人間に対して頼朝を追討せよという公文書を後白河法が出したことです。これを義経は後白河法を脅す形で無理やり強引に作らせたんですね。実はこのことが後白河法の命取りになってしまったんです。どういうことか。それまで曲がりなりにも後白河法皇と対立していた形の平家、これを滅ぼしたのは誰ですか。義経です。いや違いますよ。彼は手先となって働いていたにすぎません。本当に倒したのは頼朝です。その頼朝を追討する印税を出すというのはどういうことなんですか。これはいくらなんでもまずいでしょう。言ってみれば自分の恩人を討つって言ってるの一緒ですよね。平家滅亡のために戦ってくれた頼朝を裏切ることになった。しかも皆さん、朝廷は何べんも言いますよ、自前の軍隊持ってないんですよ。頼朝がよくも裏切ったなこの野郎と朝廷攻めたらどうなります。ひとたまにもありませんよね。で、義経が京都を去った後の1185年11月です。頼朝は自分衆とここで出てきました。自分の妻の父である北条時政、彼を筆頭とする大軍を都へ送り、後白河法に迫りました。法皇様の命令によって平家滅亡に尽力したこの頼朝を、こともあろうに討てとはどういうおつもりですか。実際出してしまったのは事実です。後白河法をはじめする朝廷はひょっとしたら自分たちが滅ぼされるかもしれないという恐怖に振り上がりました。で、その結果頼朝側をなだめるためにやむなく2つの権利を認めました。それは何かというと、後世に名高い守護と地頭、これを設置でした。これがなぜ大きいのかというと、まず守護ですね。守護というのは 当初は追武士と言われました。要するに後白河法にこの後この頼朝追討を取り消して、今度逆に義経追討の印税を出させることに成功するんですよ。で、義経追討の印税をもらったということは、全国各地に潜どっかに潜んでいるはずの義経を当然見つけて捕まえないといけませんよね。で、そのためには、つまり行方のわからない義経を捕まえるためには、当然全国に追捕し追いかけて捕まえる使者ですね、これを置かないといけないという名目で全国に守護を置いたんです。で、これはどうなります。事実上軍事警察権を、全国の軍事警察権を頼朝が握ったってことを見せるんです。これ守護によってね、名目は義経追討、そのために全国にどこに潜んでるかわからないから全国に守護を置きますよ、そういうことです。じゃあ地頭は何なのか。
離島は公的に認められた土地の管理人です。つまりこの管理人としての地位が正式なもんとして認められたんですよ。それまでは中途半端な管理人でいつ辞めるかわからないという何の地位の保証もなかったんですね。ところがこの今度の管理人はお上が肯定する管理人です。これだけでも全然違うわけです。でしかもですよ、この守護と地頭の大きな特徴はその任命権者が誰か、朝廷じゃありません、頼朝なんです。ということは守護で全国の警護も頼朝が勝手にできるし、管理人を地頭が管理人に据えるってこと、その管理人が武士に任命したらどうなります？自分の土地を管理することになりますよね。つまりこれが武士としての土地の所有を、ね、認めるための一時使いになったんです。このうちこの地頭をきっかけとして武士は自分の土地を公的に認められるように出世していくんです。その道を切り開いたのが地頭だったんです。これは武士の願いを叶える第一歩だったわけです。守護や地頭の設置によって要するに武士のための政治の実現に頼朝は大きく前進したわけなんですね。でこの頼朝は平家亡き後の平家亡き後の残党勢力の一掃に取り掛かりました。で義経が死んだ後1189年、奥州藤原氏の藤原の康平を頼朝は自ら大軍を率いて攻め滅ぼし、ついに全国において頼朝に逆らう武士がいなくなりました。自分に対抗する勢力を全て滅ぼした頼朝は平治の乱で追放されて以来約30年ぶりの1190年11月、自ら上洛、つまり京都に登って後白河法皇と2人でトップ会談を行います。この場で何が話されたかお記録が残っている文書は存在しませんが、事後の展開からおそらくこう考えたと思われます。頼朝は後白河天皇にこう言いました。俺を征夷大将軍にしろと迫ったと思われるんです。なぜ頼朝は征夷大将軍という官職地位を要求したんですかね。実は皆さん、そこにはですね、後の鎌倉幕府の誕生とも直接に関わる、密接に関わる頼朝の最高傑作とも言うべき発想があったんです。後に頼朝が作ったのは鎌倉幕府でしたね。でこの鎌倉幕府の幕府っていう言葉ですね、この幕府って本来の意味は中国における王に代わって指揮を取る将軍の出先における臨時の基地って意味なんです。つまりこの場合、中国の皇帝は戦を円滑に進めるために将軍に対して臨時基地を作って、でもその将軍に現地での徴税権あるいは徴兵権、これを認めていたんですね、委任する形で。そうしないと戦ができないからです。戦の途中では兵糧が足りなくなったり兵力が足りなくなったりするのは日常茶飯事です。その時にいちいち都に取って帰って許可を置いていたんでは勝てる戦も勝てません。したがって現地での徴税権徴兵権が自然と認められていたんです。その臨時の基地が幕府だった。ということは頼朝は自らを幕府の将軍になぞらえることによって朝廷から独立して徴税権、つまり行政権、そして軍事権、これを持つという軍事政権を確立しようと考えていたわけなんですね。だから彼は征夷大将軍を欲しがったんです。で頼朝の思惑に気づかれた後白河法皇はこの征夷大将軍を蹴ります。じゃあその代わりに何を与えたかというと、この征夷大将軍よりもっと地位の高い右近衛大将という地位を与えたんです。征夷大将軍よりもはるかに上です、右近衛大将の方が。しかし皆さん、右近衛大将ってのはね、京都の警備でしょ、遠征できないでしょ、京都の警備をする人が遠征するはずないですね。ということは
九重大将では頼朝は幕府を開くことができないんです。じゃあどうしたと思います？頼朝実は喜んで官位を受けたふりをしました。そして三日三晩の宴会を開きました。で四日目に彼は九重大将に荷が重いって辞めちゃったんですよ。でその九重大将よりももっと地位の低い征夷大将をくれと多分言ったと思います。要するにこの辺りもね、受けたふりをしてすぐに辞める。で征夷大将の地位をさらに要求する。頼朝は政治的能力は非常に高かったと言わざるを得ないでしょうね。そしてトップ会談から2年後の1192年3月、後白河法皇が66歳で崩御されました。するとそれを待っていたかのように頼朝は改めて朝廷に迫ります。後白河法皇がいない朝廷はもはや彼の意見に逆らうことはできません。そして1192年7月、頼朝はついに征夷大将軍に任じられました。こうですね。でこの段階で初めて鎌倉幕府が名実ともに成立したんです。ところで最近の歴史教育ではこう言われてますね。頼朝が鎌倉幕府を作ったのはかつてはいい国作ろう、つまり1190年でした。しかし最近はそうじゃないんだと。例えば守護や人を置いた1185年だとか、いやあるいは奥州藤原氏を滅ぼした1189年だとか、いろんな説が出るようになった。しかしですよ皆さん、よく考えてください。朝廷が頼朝を征夷大将に任命するということは鎌倉の軍事政権ですね、それまで軍事政権確かにありましたよ。守護地頭を置いたぐらいで、あるいは奥州藤原氏を倒したときに確かに軍事政権は存在しました。しかしその軍事政権はあくまでも頼朝が勝手に名乗っていた政権に過ぎなかったんです。それが頼朝が征夷大将になるということは、彼の作った軍事政権が初めて朝廷から公認されたということを意味するんですよ。ということはやはりね、いい国作ろう鎌倉幕府、これ以外に鎌倉幕府が成立する都市というのは考えられないんです。むしろこれはその征夷大将軍としての地位の重みを忘れたか、あるいは意識して無視しているか知りませんが、それを考えようともしない最近の歴史教育のおかしさに原因があると思います。さて征夷大将軍となってついに鎌倉幕府を開くことができた頼朝、武士のための政治をついに始めました。しかし皆さん、彼も人の子なんですよ。いくら朝廷の公認を受けたとはいえ、天皇やあるいは朝廷を差し置いて自分が政治を行うというのは、これは彼はやっぱり開拓者なんですね。ここでも彼は開拓者です。武士としての政権は平家が一遍やってます。しかしここまで来ると彼もやった人がいません。そこで彼はやっぱ不安に思いました。本当にこれでいいのかと、開拓者への悩みですね。そこで彼は政権を握るまでには夢中で走ってきたんですけども、やはり人の親なんですね。でまた自ら源氏の影の繁栄を望んでいたがゆえに、源氏が自分の没後も将軍として政治を行うための後ろ盾を彼は欲しがりました。じゃあその後ろ盾とは何か。1195年、頼朝は東大寺の再建供養に出席した際に京に赴き、自分の娘を当時の後鳥羽天皇の妃として差し出そうとしたんですね。頼朝からしてみれば自分が朝廷と縁続きになるということは後ろめたさがなくなるわけですよ。それと同時に娘に王子が生まれ将来天皇に即位することがあれば、源氏政権の強力な後ろ盾となって源氏の鎌倉幕府は盤石なものになるであろうと考えたんですが、もう勘のいい人は気がついたでしょう。実はこれ絶対にやってはいけない禁じ手だったんですよ。